鉄マンアトムですね。鉄マンアトムやん。鉄マンしてるやん、はい、大懺悔張ってるやん。ほんで、あ、麻雀してますねこれ。誰かテンパった、リーチ言うてね、何待ち、こんなふざけて聞くんですよ仲間内で打ってる時ね。三品やな、あ、三品待ちの、お前顔に嘘って書いとるがな。なあ、顔に嘘って書いとるがな、お前わかるぞそんなもん。お前何着る問題ですね。麻雀好きな人はこういうの見るでしょう、まあ、本とかでもあるしネットとかにもあります。この手配から何着るね、問題なんですよ。あ、このマンズのねえ、チュンチャンパイがちょっとややこしい、チーマンが3枚かぶってるところとか、パーピンもまあ捨ててもええんかなとか、何着る問題ってあるんですよね。服服着ろ。パーピンとかチーマンの前にお前は服を着れ。絶対賭け麻雀してるやん。真ん中の雀荘で、おい、負けたらすぐどこでも借りれますってちゃうねんお前。絶対賭け麻雀してる雀荘ですね。僕はしたことないんですけど賭け麻雀本当に、はい。これ藤原元が麻雀してますね。あ、藤原元も麻雀するんですね。4人うちでやってるよこれ。見えないものを見ようとして神茶の手配覗き込んだ、バップオブチキン。バップ払いやお前、そんなんしたらお前マンガン払いじゃ、ほんだらバップオブチキンやないかい。バンプ出してこい。